皆さん、こんばんちはです。ポポスです。今日は今バラバラにしていってるミラカスタムさんのこれね、サイドステップの外し方を社長にやっていってもらいたいと思います。お願いします。これでやって、ポコが溶けた、うん、やってる間に溶けてる。そうやな、うん、まあとりあえずあの下、そうやね、今回はちょっとはい温めてます。うん、まあ温かくながらやけど、うん、下な、あの5ミリで止まってるから前からちょっと紹介していこうかな。ここ1個目で、こんな感じの透明がずーっとこうやってついていってます。後ろはないな、よいしょ。でついていってるのを見てもらったら、後ろはなし、はい、ついていっております。ただあるとしたらこの前の1箇所ぐらいちゃうか。そうやったな、うん、あとはもう全部下にさっき見てもらった通りの感じでついてますね。とりあえずこの横はこう、うん、そうかな、横はこうやな、はい、こうやって外せろ、はい、で、ここはドライバーでいけるんちゃうかな、届くかな、まあ、角度が悪いけど、そう、こんな角度でいけるドライバーでいけるね、いけてる、うん、はい、はい、これちょっと外してからするわOK です。では外していきます。うん、外れた前も外れた。では外していきます。はい、外してきましたね。まあ、これで、はい、全部下が外れて、はい、あとはもう最悪なんでいいなまあ一応ネジの数は前回して5本、はい、角度が悪いから、うん、まあここはマスキングしてもらって、こいつはまあボディいらんやつやから、うん、ちょっと雑にするけど、うん、上としてやな、なんでやろうな、これで、うん、よし、ここはいけんねんけどな。犬ボックスかなんかはね、一箇所外したらガサッとずらすみたいなやつあったけど、そうそうそう、今度はな、うん、やっぱり上下やね、上下やから下側が、うん、下側がこう挟まなあかんねんけど、うん、こうね裏が挟まれへんや、うん、ぶち抜くしかない。こんなピンがありますね。こんなピン、これが何箇所か今分からへんけど、こんなピンがついてます。お、新しい、こういう感じで上と下が合成たら L 字になってるやつね。 L 字で下をプッと押す、いっぱい入れたらこうやって押す、来た、はい、こっちはちょっと式が違うな。ここは多分ギザギザで抜くやつやな。これまあちょっと薄すぎるな、うん、抜いてからでしょうか、うん、この間ここやったからあの溶けたけどねだからここでカバーとかがあったら溶ける可能性があるから、うん、まあ遠く離れて、うん、まあ、全体求めてもらうしかない、はい、急いだかんねん、これな、調節ここに青ピン抜きが、あー割れたね、うん、うん、こいつが抜けんね、形状が、うん、この一箇所絶対に決めて押せへんかったら、ここをこう押せへんかったら抜けへん、ね、うん、まあサイズは多分このサイズやと思うけど、はい、これでこうやって抜けて、ね、これはもう頭外れても割れてはないと思うけどね、はい、だからこの位置を合わさなあかんっていうのは一番大変なんだ。
今見えるな、こんな感じのピンになっております。そう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 、見たら分かんねえな、目で、角度がまっすぐやね。じゃじゃん、ピンライト、これ引っ張っといたらあかんもんな、方向分かんねえで、でも向きが、回転90度やな、うん、こっちとこっちやろ、これは違うわ、こことこ、こっちちょっとピンちゃうな、あこれとこれは一緒やったけど、このこれだけ違うのか、ピンがだから、うん、いや一緒やな、一緒やわ、一緒一緒一緒、ほんまに出てきた、うん、だから、うん、細い方があったら両方いけるし、うん、太い方やったらもう上だけ押して、うんうん、なで抜けへんかったらこないなるってことで、伸びて伸びて割れるっていうね、うんうん、こういう外し方や、冷えるからな、寒さで冷えるから、うん、ここか、うん、これは両方、ほうで、このね思ったより、うん、ピンが太いから、うん、こっちやわ、太ピンや太ピンや思ったけど、太ピンや、細い方になってるからこっちはこのままいったらいいけど、まっすぐやったらいいんだけどな、まあほんまはマスキングテープ巻いたりとか、はい、じゃあ差し込んでみるか、この辺ぐらいの感じ、この角度弱いから割れてまうな、片側、うん、次はここか、これは見えへん超密着してるな、うん、これはこの角だよ、こっち、うん、はい、これはちょっとじゃあ ここか、この角度はな、うん、この角度ここだけど、やっぱこの、うん、完全にこの幅で、はい、この角度に合わせへんかったら、うん、この縁が割れるわ、これはもう中に入ってしまってるね、うん、分かる分かる、うんうん、でこいつは、うん、またこれぐらいの角度やから、逆に言うたら、うん、この上一箇所ありへん、うん、上一箇所ここで抜けた方が、うん、あとはこれでこういうのでね、 L 字になってるやつで引っ張れた方がええけどあかんない、だ上の一箇所ってピンをこう割る気持ちでいった方が早いわ。だからこう、うん、こうなってる、この角度が一番最悪。だから入れるときは、入れるときは、うん、全部ね、うんうん、角度を、角度を合わせて入れていった方がいい、うん。これがだから一番最悪。こっちが来た。この縦の角度が一番最悪、横につままれへんね、取れた、さっきのが最後の一個か、あ、まだおんの、前におる感じ、この前が前がいやらしい、最後前ですね、前がいやらしい、うん、このフェンダーな、あ、こいつよかった、ここや、
こいつは上っ側や。これフェンダーは絶対にこのマスキングしとかなきゃね、うん、きっちりだ。ほんまやな、こいつはこうやかな、うん、バイバイ。こいつは、うん、フェンダーのとこはなんか引っ掛けれそうやけど、かけたらこういう感じ、うん、まあとりあえずおさらいで言うたら今転ばれてるやんか、なこうなってたら、うん、ここ押したらポンと、うん、こっちは外れるけど、まあ、今みたいに手段がこれしかないから、うん、裏が割れる可能性がある、うん、なこいつは一緒やな、ね、で、こいつはこうやったけど、うん、たまたま運よくいけてね夏はいけると思う、はい、うん、一番理想なのは入れるときに全部この向きにして、うんうん、ここにちょうど入るようになった、ね、このピン抜きの規格っての、キワキワ、こう、あこう入ったら勝てんだけど、ポンと、はい、な、うん、シェアな、うん、まあギリギリセーフであのぐらいやな、器用な人がおったら、うん、ここマイナスドライバーやって、ここをこの際な、この際ができる、うん、この際だね、うん、際を引っ張れたらいける、うん、とりあえず、ハチハチも道具が長なったから、はい、これはもう右だけの外しにしてオッケー、左は外したところから、はい、商品紹介していかなあかんからね、あ、まあ、ピンの位置だけ全体像でこんな感じで、白いところがピンです。では反対側外していきます。まあ外してるうちに気づいてんけど、反対側もうこれ浮いてるやつあり、うん、だからこいつとこいつとこいつは上が割れてると、だこのピンつけるところのここが外れてる、ね、はい、まあそれも外してからするわ。オッケー、外し終わりましたが、だからとりあえずこれは全部外れてるわね、なこいつは下はついてるよ、こいつも下がついてるね、あ向こうもあっち前な、うん、まあ、これはもうこっち側はな、はい、まあ後で詳しくは商品説明の時にしようかな。ピンも怖いね今のは、バサッと割れてる、ピンも割れてるから、はい、あの当たってんのか、おー、うん、もうラス1やな、このままいこうか、最後前のあのフェンダーのところね、はい、外れました。だから、うん、こいつが、うん、割れて、うん、こいつがこれ上、うん、もう一箇所上だけあったな、はい、左側はこの 1,2,3,4 箇所、はい、割れております。まあ、とりあえず出品するから、うん、商品紹介しようか、傷とかね、はいはい、では商品紹介いきます。こっち左だ、うん、こっちが左だ、はい、そうですよ、ここ乗り上げて吸ってるから、それで割れたんかな、うんうん、いくよ、こっちは後ろか、まあ全体もこんな傷ガリ傷でね、はい、うん、メッキモールもちょいちょい離れてるね、うん、はい、で右側はちょっと浮いてる、うん、これ浮いてるわ、うん、うん、はい、これまあ浮いてる、まあ、ここは今ボンドで修正できるし、はい、こいつも全部部品があったら、うん、まあ、止めれる範囲だ、はい、うん、まあ遠目に止まってるからね、いや後で流用してつける人やったら、うん、まあピンも何もいらんからテープで貼るだけ、そっか、はい、こいつ、うん、こいつは折った
一緒で、ここと裏と裏がちょっとなんてな、そうやな、裏の真ん中に今いい感じに、うんうん、あ、ちゃうわこれ、なんか斜めになっとったで今、うん、ここや思ったら横や、あ、ほんまや、もう一回しようか、ここオッケー、で、これよいしょ、今の外れかかったから横、あ、だからここ横横や、お、うん、これは結構ちゃんといって、ほんまや、うん、これはまあ一箇所ピッと押したらいける、うん、もうコーチ言ってたけど、社長は今撮ってるけど、ここ、ここ、ここ押してあげる、どっちでもいいんかな、うん、こう両サイドついてるやん、あ、どっちでもいいわね、めちゃくちゃ簡単だ、うん、こんな感じで、うん、どっちでもいけるっちょ、ちょ、いける、あの、あいた、外してつけとこう、OK、わかった、まあこんな感じですかね、はい、今日はこんな感じでミラカスタムさんのサイドステップの外し方をやっていきました。サイドステップは全部ピンがちょっと難しいな、いや取り付け部も割れるわな、まあ、皆さん注意されてよかったら作業の参考にしてください、お願いします。ではいいねとチャンネル登録お願いします。他の動画も見てね、バイバーイ。